はい、どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。今日もね、マインクラフトやっていこうと思いますが、大変です。方向がわかんなくなった。帰れないんだよ。どっち？この中で、あれあれ、魔女の館がどっかにあるなと思って、ちょっと森の中に足を踏み入れたら、完全に迷子になって、外へ出れなくなりました。困ったな。というわけでね、ちょっとね、しばらくこの中でコンパス作るまで帰れないっていう感じでやっていこうかと思います。というわけで今日も一日よろしくお願いします。どうしよう。とにかくちょっと何が来るか分かんないから、整地本当にマジで方向分かんないんだけど。えもういきなり、シャベル壊れて。ちょっと待てよー。あら？作業台も持ってきてないの？今日、今回。どうしよう。これいらない。ちょっと待って、マジ困ったぞ。作業台。ちょっと。これ、一旦置いて、作業台ここらに置いて、それで、一旦ちょっとチェストを置いて、それでちょっと、こういうのを中に一旦しまってだね。ここマジでどこ？もう一個、それで、どうしよう、ほんと、マジで困ったな。ここは一体どこなんでしょう。困ったよ、ほんとに。あ、シャベル、もう一個あったのか。ちょっと、整地。どっちに行けば。やばいな、こんなことが起きるとは思ってもいなかった。泥。よいしょ。あれ？木材どこだ？木材。木材かなと思うと木材じゃないというね。わかんないよ、これ。あった、木材。帰れないんだけど。実はね、移動中にね、古いネザーゲート、あれもちらっとどっかで見えたの。で、これなんだ、そっち行こうかなと思って、で、だってチェストがあって宝箱あるはずじゃん。で、まあそこにもたどり着けていないっていうか、本当に完全に迷子になった。ここは一体どこですか？マジわからん。どこだよ、一体。どうすれば帰れるんだ？ここ。マジでどこだよ、一体、本当に。これきついぞ。夜？夜なのかな？違う。どこだよ、ここ。しかも
こんな天気だから昼間なのか夜なのかもわからないし、これ困ったぞ、本当に困ったぞ。うん、どうしましょう。あ、夜だ。ちょっと、ま、マジで真っ暗なんですけど。うん。あう。斧も。斧はない。斧はない。斧は作るぞ。石の斧。うん、本当にわかんないんだけど。困ったの。マングローブの根。よし。何か見えるかな？余計わかんない。けど、こっちの方行くとマングローブじゃなくなってるから、こっちかな？こっち？うん。ちょっとそっち行こう。うん。いらないものはとりあえず置いて。いらないものはとりあえずここ一旦置いての。え、何いらない？何いらない？何がいらない？一応多分いるであろうものは持っていく。こっちだよね。行こう。こっち？マジでこっち？え、ほんとだ。わけわからん。オーブね。あ、マングローブから抜けたわ。こっちだっけ？座標をちゃんと覚えていなかったというのが、まあ、あれだ。あれだよ。問題点なんだけど。一応、こっち側だと思って行きましょう。あと、ネザーゲートどっかに 見かけたやつはどこだ？遠くにちらっと見えた、ネザーゲート。これでまた全然違う方向でさ、うん。大変なことになったらどうし、あ、ベッド持ってる？持ってる持ってる。よいしょ。いや、マジで、迷子になって帰れませんなんてことになったらどうしよう。今回はちょっといろいろと、貴重なものを持ってるから、うん、死んでリスポーンして帰るっていうのは、やりたくないっす。帰りたい。え？多分ね、多分、合ってるんじゃないかなって思うんだけど、その、なんだ、X は確か800ぐらいだったんだよね、前。で、Z が分かんないね。Z が記憶にないんだよ。X 的には多分合ってるはず。なのかな？え？こんなとこあったっけ？え？方向音痴もいい加減にしろっていう。どこだよ。これで帰れなかったらどうすればいいんだ。
あっぶね、落ちたら死ねる。ちょっと待って、行かないよ、こっち。え、どこだ、本当にマジで。わかんねっす。助けて。X は多分合っている。ここで X がマイナス800とかだったら、うん、それはもうどうしようもないんだけど。ここはどこ？うん、なんかマングローブを回収して帰るとか言っていたけれども、方向がわからなかったんで、マングローブ回収するところの詐欺じゃなくなってるっすよ。本当に結構長時間ぐる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 回って、確か海の方に戻れば行けるはずなんだよなと思って、ぐるぐるまた歩いてたんだけど、結局海を見つけることはできてないんだよね。これ、海じゃないし。やっぱ方向違う？え？え？やばいぞ、マジで。こっちの方行って海があれば OK。なければとんでもない方向間違えてる。海はありますか？っていうか、今は昼間ですか夜ですか？昼間です。今日は本当はマングローブのあたりを建築する回でした。そういうつもりでした、何しようかなと思ってマングローブのあたりを建築してちょっと家を作ろうっていうことを考えてましたが、それどころじゃない。ネザーゲートなんか見つけるんじゃなかった。いや、見つけてないんで、遠目にちらっと見えたんだよ。あれ絶対行ってないし、あそこの宝箱あるんだろうなと思って、そっち行こうとして、ついでにこう魔女の家とかないかなと思って、あの中をうろ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 と、していたら方向が分からなくって、いや、まずいぞ本当に。こんな山あった？こんな場所あった？一番いいのは前回とか前々回の動画を見て座標を調べてそっちに向かって帰ること、それが一番いいんだよ。けれど、自分の記憶、あれ？何これ？初めて来るよ。いただきます、いただきます、いただきます。いただきます、いただきます。パンもあるし。蔵はいいや。何ここ、初めて来るここ。じゃあ絶対知らん。お、びっくりした。ごめん、つうかもう夜、ひょっとして違うじゃん。何ここ、はあじゃないよ。やばい。記憶にない。記憶にないどころか来たことがない。こんな村。暗いから昼間なのか夜なのかもわからない。これ絶対方向間違ってる。
頼む。せめて明るくな、あ？太陽、お、あっちってこと？よし。どっから？よし。え、あ、朝になった。太陽がさっきあっちに沈んでって。雪？え？ちょっと待って、この森をとりあえず一旦抜けてから位置の確認を。はい。これはマジでやばいことになりました。こんなとこ来たことないし。マジでやばいよ。マジでこんなとこ来たことない。全然方向違う。たいや正直今まで雪とかさ、あんなバイオーム来てないから絶対違う。帰れないっていうのマジで勘弁してほしい。多分こっちの方向じゃないかなと。X は800ぐらいのはず。それで、Z は。とりあえず X800 ぐらいまで行こう。そうすればなんかヒントがつかめると思うんだ。そして雨止んでくれ。違うかな？あ、ちょ、X 増えてるじゃん。こっちだよ、こっち。あ！あれ多分あの村じゃない？何回か前にあった。ちょっと山の上にあったような村っていうか、なんていうか多分、山というか、なんか斜面の上というか、崖の上にあったという。なんか、多分それ。で、あれ越えた先に、ネザーゲートがあれば、方向は合ってるわ。絶対そんな気がしてきた。まだね、家のドアが開けっぱなしだったら絶対来てるよ。多分これ来てるよ、来てる、来てる、来てる。で、向こうの方にネザーゲートが見えれば OK。あれ？ベッド？で、これが正しければ、家のドア閉まってるのが、気になるんだけど、正しければこっち方向にネザーゲートが見えます。そしたらお家に帰れる。それもなんとなくこう位置関係が分かってきて、正しければね、位置関係が分かってきて、マングローブの位置もなんとなく分かったし、さっきの氷山とかがどっちなのかがもう分かんないんだけど、あれネザーゲートじゃない。よしよし、帰ってきてる、帰ってきてる。絶対帰ってきた。もう、今日やる予定だった。マングローブのところに、家を作りましょう計画は断念。マングローブはまたいつかゲットすればいいよ。もうとにかくあそこ行って、チェストがあって、チェストの中身見て、チェストの中身が何もなければ、何もなければ、方向は合ってるよ。ほらほら、村もあった。あって確かあんな村。よし。よし、何もない。行ってる。
で、ここの森を抜ければ、仮拠点なはず。こんなとこまで来てるんだね、アイアンゴーレム。一瞬ビビった。そろそろさ、仮拠点のところに作った、目印の棒？土ブロック積み上げたやつ？見えてきてもいいはず。見えてこなかったら、言うけど合ってるはずだよ。絶対合ってるはず。今なんかチラッと見えたような気がするよ。あったあった。よし、帰ってきた。よかった。すげえ嫌な汗かいた。マジでさ、帰れなくなったらどうしようと思ったもん。ほら、戻ってきたよ。懐かしの仮拠点。帰ろう。もうとりあえず、マングローブのことは諦めて帰ります。マングローブの方向分かっただけでいいにしよう、今回は。それでいいにしよう、マジで。よし、つうわけで帰ってきた。ってことで今回はね、ただ単に迷子になっただけの回なんだけど、こんなところで一旦にしておきます。いや、マジ疲れたし、焦ったし、心臓痛くなったし、もうどうしようもないわ。つうわけで、今回はこんなところで、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。Oh.